こんにちは、ドビコです。メメにやられちゃいました、ふすまで。暮れだし、綺麗にしなきゃいけないなと思って壁紙を買ってきたんですが、ちょっと考えがあって動画に撮ってみました。もちろん襖1枚を張り替えれば綺麗になるんですけど、それはちょっと大変で、かといってここの破れたところの上だけを昔ながらの梅の花とかみたいなので折り紙みたいなものを貼り付けるのもどうかなと思ってちょっと考えたのが、この買ってきた壁紙って色付きの木目調の壁紙なんですけど、これが襖の壁紙が破けたことで中身が見えてる風に貼ってみようかなと思いました。で、とりあえずはこのメメがビリビリと裂いているところをハサミで綺麗に整えます。周りを綺麗に整えた後は下に貼り込むというか挟み込んで壁紙を貼っていくんですけど、中に入りやすいように周りの切れ端は綺麗にカッターやハサミを使って切り取ります。で、その作業を進めている間にちょっとおすすめの YouTube また見つけちゃいました。笠村メソッドの笠村優子さんのお話の中でちらっと出てきた本田こうちゃんって優子さんは呼んでらっしゃるみたいなんですけど、本田光一さんっていう方が YouTube でお金のお話をしてるんですけど、とっても面白くって、なかなか身につく気がしています。で、私がお金を儲けてるのかといえば、まだまだ全然儲けてないんですが、一度興味のある方は聞いてみてください。なかなか楽しくお金の勉強ができる YouTube だと思ってます。周りをきれいにカットできたら、あとはこの大きさに壁紙を切って、まだ今は段ボールを差し込んで下のところがきれいに切れてなかったのでハサミが入らないんでカッターでカットしてるとこですね。で、きれいにカッターでカットできたら、この穴の大きさの壁紙を下に敷き込んでいく形で貼り付けています。裏の粘着部分を外してから中に敷き込むので、なかなかちょっと技術がいりましたが、今これは試しに入れてるだけで多分裏の紙を剥いでないと思うんです。これを今のような状態に貼り付けていきます。裏の粘着の紙を剥いて下側に敷き込んでいきます。で、私としては出来上がった時に
ふすま紙が破けて下の板の部分が覗いている風に仕上げたいんですよね。そう見えるかどうかちょっと心配なんですが、わざと上から貼らずに下に敷き込んで壁紙を貼っています。このあたりでようやくきれいに敷き込めたと思うんですが、敷き込めたらあとはボンドで浮いている襖紙をこの壁紙の上に貼るようにボンドを塗っていきます。すいません、いつもと違って肌が綺麗に見えるアプリを使ってなくって、ちょっとしわくちゃのおばあちゃんの手がバレてしまってますね。すいません、そこはちょっと多めに見てください。そう、最近孫の小4男子がキッズ携帯を買ってもらったんです。で、留守番する時間が長くなるからって言って買ってもらって、買ってもらった当日は娘2人に電話の嵐だったみたいなんですよね。だって退屈なんだもんって本人は言ってたらしいんですけど、で娘が電話代が高くなって母ちゃん困るからショートメールにしと言ってショートメールを教えたみたいなんです。もちろん私の電話番号も登録してあるんで私にも届くんですが、おはよう音符マーク、おやすみ音符マーク、大して用がないのにショートメールが来るんです。大変です。一度やり取りが始まると心を鬼にして無視しなければやり取りが終わりません。なかなか大変です。もう 2,3 年もして中学生になったら、その辺の道であっても口も聞いてくれるのかなとか思ったりしながらショートメール楽しんでます。襖の方はだいたい出来上がってきたんですが、ちょっとどうですか、襖の紙が破けて下の
板の塀が見えてる感じ出てますか。いっそのことブロック塀みたいな柄のにした方が良かったのかな。今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。手芸部ドビコでは週 1,2 回のささやかな楽しみになりたいと思って動画を作っています。よかったらグッドボタン、気に入ったらチャンネル登録ぜひお願いします。